よし、ナイス。釣れるがなお前。ナイスバス。黄色くない？ちょっと待って貸して。ちょっと黄色みゴールドバスだな。ああ釣れるがなお前。釣れるぞ。福石というちょっと道を間違えてね、姫路の岡山方面から来てしまいました。道を間違えて瀬戸大橋を今回渡ります。ちょっとご飯食べようかな。こんにちは。こんにちは。ちょっとご飯食べましょうか。行きますか。ラーメンあたり。岡山ですね。はい、岡山中華醤油豚骨味、これを食べたいなと思います。ニンニク入れました。うわー、めちゃくちゃ美味しい。何頼んだ？ラーメン。あ、僕はね、すいません、それにね、うん、カラオケを入れたい。入れました。100円高かったです。あ、美味しかった。山はいいわ、美味しいわ。もてなす神戸ぶり。はい、瀬戸大橋来ました。はい、これ大鳴門橋じゃなくて瀬戸大橋だね。瀬戸大橋久しぶりさですね。うわ、俺も何十年ぶりかな、車で来るのは。だから因島があるね。因島って言うかと、しまなみの方やな。小島か、この辺は。小島や。岡山県の小島かな。なるほど、小島に来たね。すげえ瀬戸大橋。すごくないこれ。すごいね。世界一今。世界一じゃなくなった。じゃあないんじゃないですか。一時世界一だったでしょ。あ、そう、本当に。瀬戸大橋が世界一の橋で、すごい長いじゃん。ああいう島とか買っちゃおうか。離島がある。大橋はいいね。岡山県倉敷市小島。こっちは境で。あ、境で来た。さあ、ホテルに行ってきました。明日はね、朝5時半に起きて行きますよ、ダムに。あ、今11時半だね。楽しみだね、釣れるかな。うわぁ、釣れるかな。もう釣れそう、すごく。すごいいいよ。良さそうだな。まーす。ん？何やってるんだけど。ちょっと今日はね、バス釣りを一日やっていこうと思います。男の子だね、これは、ね、顔見たら分かるよ。鼻くそついてるね。かわいいね。ね、なんちゅう名前の子なんだろう。今日はこのね、ダムでやってきます。うわぁ、綺麗ですね。結構今活性はいいみたいなんで、まあちょっと2桁を狙っていきます。あ、おはようございます。もう、あ、今撮りました。おはようございます。おはようございます。あ、 YouTube チャンネル、グリーンボートさん、はい、YouTube チャンネルもやられてるってことですよね。 YouTube やってます。はい、最近始めたんですけど。あ、はい。じゃあチャンネル名は？もう普通にグリーンチャンネルで。あ、グリーンチャンネル。はい、グリーンチャンネルです。どうですか、 YouTube やられてみて。いや、難しいですね。あ、編集とかね。編集も大変です。まあ僕は編集やってないんですけど、はい、ああ、もう一人が全部編集やって出るんですけど、まあ結構大変みたいで。あとなんか自分が
釣れてるのなんかおっしゃってたじゃないですか、はい、自分が釣れてるの客観的に見たら、はい、俺ってこんなんなのみたいな、そう猫背が、そうなんですよ僕もねカメラに映る滑稽な自分を見て、はい、こんなに足が短いのかといや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 っていうその自分を見ちゃうから、はい、そう見えちゃうんですよね、あー YouTube は、まあそうですね、ねえ僕も、うん、猫背っぷりにびっくりしたっす、あ自分の自分の、はい、今日の状況としてはどんな感じですかね、はい、結構もう釣れてるんで、うん、うわ来てる来てるって、でうわバスボイルしていきなりもうあんな感じですいつも活性いいっすね、はい、この辺結構いいんで、もうこの辺で釣れちゃう、釣れますね普通に、めちゃくちゃ浅いんですけどねこの辺、菊池さんおかっぱりでできるレベルやったかもいやいや、ボートもちろんえでかいのてかあれブルーギル追われたやん、ということでちょっと今日2桁狙おう、うわっうわっうわボイルボイルボイル、うわでかい、今でかかったっすよね今の、40アップ、はい、でかいわ、はい、ていうかもう活性いいですね、いいですね、ただちょっとこの辺はね僕の経験だとあんま釣れなくて、今日はでもこの辺も釣れるんですね多分ね、割とうん結構この辺魚ずっといるんで、ああ、はい、ちょっと2桁今日狙ってみます、ぜひ、あとこのダムの、あダム名って言っても大丈夫ですか、多分今、大丈夫だと思いますよ、 あの最大サイズって何センチなんですか、最大サイズ僕が聞いたことあるのは、はい、62センチですね、60いるんだわ、62センチは聞いたことあります、さすがに見てはないですけど、まあ50後半はでもちょこちょこ、そうですね僕も今年いつだったかな、4月5月ぐらい、はい、に58の3300とかっていうのは釣れたんで、やっぱ52と58は全然違いますもんね、違いますよ違います、顔がね違いますね、1センチでも違いますね、僕も58、僕も58が最自己記録なんですよ、はい、やっぱ顔がでかいと思うですね、52とはね、はい、僕もあれだねじゃあね、おやっぱちょっと重みが違うよかかった瞬間、うん、あこれはまあまあそうですね、頭がでかい、はい、菊さん菊さんブルーギルがもう逃げてきとるってデカバス足元おるって、これ活性、お前こブルーギルも食べるんかな、食べるよ、ブルーギル結構食われますよ、だからでかいこうビッグベイトがここ使えるじゃないですか、使えますし、ね、ちょっとそのパターン的なもん終わったんですけど、ええ、ここあのちょっと木出てるじゃないですか、ピョコッと、ええええ、あそこの前の方とかめちゃくちゃ浅くて、ええ、あのギルネストみたいなのがいっぱいできてたんですよ、はい、でそのギルを食いに多分そっち側からバス上がってくるみたいな、あじゃあまあその時期はネスト、ギルネスト釣り系の、そうもうギルパターンで、へえー、ちょっと期待持てるで菊池さん、ギルパターン遅れてるけどやってみて、いやまあこの辺今おるからまあ普通にギルはこの辺いっぱいいるんで、ねえ、ああさっき追っかけてたのはやっぱこんぐらいのベイトやったっすね、あねえ、うん、細いベイト、ね、ベミノー系の追っかけてました、結構 ASMR だね、インフィニティでオオサンショウ、どうかな今日釣れそう、もう釣れるんじゃないか、目標は今日の60、60、うん60、ちょっと50アップ1本は最悪出そうよ、まあね、うん、一発目は何でやってる、トップトップルアー何、うん、ルアーは何、トップウォーターだ、それサミングだろ、うん、サムルアーだろこれ、違う違う、何、昔のラッキークラフトだ、うん、そうラッキークラフトかな、ようやくワンキャスト目、結構バスが来てるからオオサンショウウオでねっとり、風がないからいいね今日ね、ないな、うん、さあ何で攻めてるんでしょうか、今シャッド、今そこでボイルしてたよね、ボイルしとったな、ボジュアップが、ボジュアップがボイルしとった、一言お願いしますよ。
おまんこ。キムさん、ん、最近そういうのを、うん、パワハラセクハラ老害って言われてますよ。まあセクハラは認めるけど、うん、パワハラってどういうこと？不快ですって。おまんこがおまんこがパワハラってこと？それはセクハラに当たるんかな。おまんこはセクハラ、まあ、まあセクハラで言われてもしょうがないけど。おまんこ。キクさん、やっぱり会社でもそういうノリなんですか？いや、会社でおまんこは言わない。なんと、さすがに会社でおまんこは言わない。会社でおまんこやばいよ。あ、プライベートOKなんだ。ああ、プライベートOKでしょ。会社でおまんこやばくない？まあなあ、その発言自体ちょっと AV みたいやな。おまんこ。おまんこ連発。おまんこ大丈夫か、 YouTube 的に。わかんないけど、さすがにおまんこはあんま言ってないだろ。誰が？俺。いや、今日言っとるけどな。うん、まあ俺はあんまり言わないようにしてるけど、うん、いっくり出てくるぞ、あれだろ、でかいの。うわ、それルアー何？え、トップか。それこれがいいんだよ、これが。だからこれはもともとサムルアーズのやつで、これラッキークラフトだな。いいんだよそれが。いやいや、サミーやん。ドン。何使おうかなと思って。いいね、中古ワーム。ちょっと古いのをわざとあえて使おうかなと思って。おお。古いワームでもちょっと釣れるよっていうとこ。まあね、何でも釣れるけどね。何でも。まだ取っとる？うん、取っとるよ。やっぱね、あの 今時あのレイドジャパンが流行ってんじゃん。ああ、そうや。レイドジャパンかな。うん。レイドジャパン確かにかっこいいかもしれんけど、うん、釣れるのは別にレイドジャパンじゃなくても釣れるよって。まあね、昔のルアーでもワームでも釣れるよっていうところちょっと俺見せてやろうかと。まあ俺らちょっとゲイリー世代だもんね、うん、とゲイリー山本とあとスライダーワームだね。スライダーワームな、うん、最近さ多すぎて、うん、もう、あ、食った。お、食ってる。食ったぞ。乗った。ちょっとカメラ撮って、菊池。乗った。いいよ。でかいんじゃないか、結構。うん、結構いいね。お、でかい。いや、そうだ。でかい。いやー、オオサンショウウオ一撃。オオサンショウウオそれ、ないな。あー、ぶっ飛んでたか。30ちょいだけど、投げたらね、あ、岸際だわ。陸地に乗せて、オオサンショウウオ乗った。あ、危ない。それで、陸地から、うん、なんちゅうのポトンととしてフーってやったらラインがブオー走って、走っとったな、走っとも分かった。もうラインがクソ走り、鬼走り。30釣れるな今日。1匹目これで釣れました。これどれ？オオサンショウウオ。おお、オオサンショウウオのそのこれ1200円するけど高いね、6個入りで。ウォーターメロンだけど1匹200円だもんな。超感がすごいの。すごいよね。だから正直これはね、ぜひ使ってほしい。スライダーワームはね、うん、10本入って昔300円とか、昔そのレベル、そのレベルで売ってた。うん、安いよね。あとこのオオサンショウウオで、うん、俺が釣れるって言ってさ、コメントでさ、うん、騙されたと思って作ったら人生初の60が釣れたって人が3人おった。あ、そうなの。そうで、50アップ自己記録釣れた、ありがとう巨人さんみたいな。ああ、やっぱあの、でも本当にデカバス自己記録釣ったって人ね、5人ぐらい来てるわ、うん、いや釣れるよね。だからでかいのが釣るんだよ、オオサンショウウオと。スライダーワーム。脳進化？脳進化ってスライダーワームだよ。そりゃ釣れるで。釣れるだろ。おう、釣ってくれよ。おう、やっぱ脳進化だよ。ナイス。よし、でかい。うわっ、ちょっと見せて。ちっちゃくね。ちっちゃいね。それちっちゃいワームだとそれが100匹出れちゃう。おるな、小バス。才能あるね。ん？超小バスにバイトも逃さないと。お、食った。嘘、食った。うわっ。待って、危ない。よいしょ。食った。
入れ食いやん。うわっ、食った。見せて見せて。食った2匹。さっきのサイズアップ、サイズアップ。ちっちゃいかなお前。もう何匹釣る。お、ちょっとさっきはでかい。サイズアップ、サイズアップ。ナイスナイス、いいよ、いいの来た。お、まあ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 。うわ、いいね。40超えとるやん、軽く。よっしゃ。軽く40超えた。え、それでは教えて。でかいやん。40アップ。40アップ。いいよ、いいね。ちょっと41、42、3ぐらいあるか。いや、さっきの小松2連発それで釣って、うん、それなんていうワームですか。カリテルです。の脳進化。おるな。え、ちょっとちょっと状況教えて。巻いとった、食っとった。気がついたらで、ちっちゃいかと思ったもんな。さっきの小松かと思ったら、いいよ、でかい。もっと突き出して、でかい。うわ、ゆっくり上に上にさ。いやドンジャップ。ナイス。うわ、嬉しいか。ナイスバス。クリちゃん、クリちゃん来た来た。食らいついてきたな。クリちゃん食らいついたら離さない。3連発やん。オオサンショウウオよりそっちの方が釣れるか。何でも食ってくるなこれ。ねえ、見せて見せて。わあ、もうすごい。脳進化。今のでかかった。バレた。でかかった。まあまあまあ、さっきほどじゃない。バレた。35。すごいな、そのワーム。オオサンショウウオよりそっちの方が釣れるやん。釣れる今日。釣れる。すごいな、そのワーム。オオサンショウウオより釣れるやん。数は釣れるよ。さっきからバイト連発じゃん。バイト連発だよ、ほんと。これが四国のやっぱりそのポテンシャルだよね。あ、またバラしちゃった。バレた、うん、無限に食ってくる。無限食い。今日無限に食ってくる。入れ食い、本当に入れ食い。これ1回しかバイトない。まあ開始30分ならまだな。うん、来た。これはサイズはちっちゃいか。ちっちゃいな。小バスな。ペシ。オオサンショウウオ。いや、ちっちゃいけど。オオサンショウウオ。ああ、まだ飛んだ。またオオサンショウウオ飛んだ。オオサンショウウオ。ああ、入っちゃった。30アップ。30センチかな。今日ちょっとイージーすぎない？この辺もう入れ食いやん。入れ食いだな。え。立ってないぐらい状況がいいね今日。いや、あとサイズだよ。サイズでかいの伝えてたよね。うん。これ。ね。食っとる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 。うわ。ちっちゃくないそれ。食っとる。ちっちゃ。あ、でもいいね。食っとる、色がいいね。今日もいきなりもう5匹、6匹。もう6匹釣ったの。1匹40も釣れたしな。今日かつてない活性いい日じゃない？今日3桁見えてきたね。なあ、ありえるやん。 なんかブログで3桁って言っとったやん。うん、本当に今日3桁いくんじゃね。ちっちゃいワーム使えば多分、うん、3桁いくかもな。これでかい。これね、カメラね、これがでかいんだ。ちょっと待って、これで撮るから、うん、これ、うん、これカメラ撮って、カメラ赤いのついてる。これはでかいぞ。これでかいぞ。これ記録だ。え？めちゃめちゃで。なんだお前。ごめんごめん。なんだお前。あんまり重いもんでよ。6丸かと思っちゃったんだわ。マジで今釣れたと思っちゃった。ごめん。これはでかいぞ。なんかでかいぞって言いながら、なんかあれゴミが浮いてきたぞと思って。あれ、これゴミじゃねえかとか思って。いや。ちょっとあれだな、うん、気が焦ったな。釣れるからちょっと焦っちゃったんだな。これは来たバンバン釣れとるからな。それだから加えたかと思ったのよ。まあそういうこともあるわ。あ、いいよ、来た。よく釣るね。あ、やりますね、今日は。このサイズはいくらでも釣れるよ。ちょっと小さいけどな。小さいけど、いいね。釣れると面白いよ。おー、やっぱそのワームか。あの橋の下で釣れるかな。釣れるよ、あっこ。でかいのがおるからね、ここ。シャローか、やっぱシャロー。
あ、バレた。うん、今日。したい。12匹目。ね。カットしてるけど、これ25匹目です。入れ食いやん。いいよ。ちょっと、船戻して。ん？戻らん、船。あ、船を戻して。せや。前向いたらいい。あー、ちょっと。来たよ、来た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 。流木があるからね。うわぁ、めっちゃ引く。何この引き。でかいんじゃない。お、でかい、でかい。でかくないけど。でかい、でかい。おーしょ。結構引く。40ある。うわ、ないないないわ。48。やっぱ三八になると重いね、うん、やっぱ大三しようじゃん。でかいのはな、これ釣られた跡があるよ、みんな。これ、あ、ほんとだ。うわ、三八や。菊池さん、はい、これ釣れるでしょ、大三しょう。大三しょう釣れるよ、それは。最強なんですよ。どんだけお前実績上がっとると思ったの。っていうかサイズがやっぱりちょっといいね。うん、それはサイズはいいよ。サイズが出るわ。これでだって502本つったやろ。そうだ、先週な、うん、ほら、ちょっと今日久しぶりに爆鳥の予感せんか。もうすでにちょっと爆鳥気味だけどな。うん、だサイズがやっぱりね、45以上の。まあでもサイズもぼちぼち出てきてるからね。うん、でかいのちょっと取りたいね、一匹。活性いいね。それ小林が追いかけてきとるの。ちょっと、もう一回投げるね。うん、10センチ、10センチやん。ちっちゃすぎるだろ、お前それ。ちっちゃいな。10センチやん。これってマダイが何有名なの？タイ？マダイの卵黄、シソの見立て。こんなんないもんな、愛知、東海地方。この愛媛。愛媛限定のおにぎりとか。見たいよ、ほんと。見たこと、初めて見たぞ、マダイ。やっぱ養殖で。ああ、いや、甘そうだな。ああ、コロナでか。養殖のタイが何万匹溜まってる。嘘、うん、コンビニとかで食べようみたいな。あ、だから居酒屋とか出荷できなくなった。そうそうそう、あと都会の方に出荷できてないから、うん、ものすごい余ってる。お、シソが美味しいっす。ナイス。サイズは、あ、でかいでかい。嘘、これいい。ナイスサイズ。でかいの。グッサイズ。またうわっ、走る走る。そんなでかくないだろう。まあ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 。おお、でかいよ。まあまあまあ。ナイス、こっち見せて、カメラ。ナイスサイズ。ええー。35。ああ。山線香。山線香いいやん。山線香のワッキースタイル。うん。まあまあじゃ。嘘。まあまあでかい。でかい？まあまあでかい。本当にでかい。嘘。ナイス。いいぞ。これ多分でかい。50いった？おお、でかいでかい。でかい？マジででかい。ナイス。ナイス。おー、でかいでかいでかい。嘘。どれ？50いった。おお、きた。これ、あ、焦るな焦るなお前。ドラッグ、焦るな焦るなお前。ちょっとバレるぞあんまり。いやいやいいやん、50きた。ちょっと、あ、お前。おお、ナイス。カマ、こっち、カメラ。こっち。待って、待って、20、50いってる。いや、ジャスト50かな。か、4、9か。測る？ナイスやん。山線香。山線香釣れるのかな。いやー、山線香いいね。パチン。きちっと俺が測ってるよ。50ジャスト。4パチや。いや、口口口元。50。いや、菊さん。ん？口元もちょっと、その辺。待てよ。49。49か。ぐらいかな。まあ、厳しく言うと49。まあ、50と言っても過言ではない。ちょっと口の、あったな。約、垂らして。うん。でかい。これでかい。ナイスバスやん。49センチ。ナイスバス。もう50と言ってもいいよ。すげえ。重いもんな。これね、2.9 キロ、2.8 キロぐらいかな。ナイス。時に俺を君
だね、でかいの。おるやん。いつろよ。ねえ。今日稼いね。街に出よう。友達に借りた。しましょうよ。よかった、今の。なあ。海まで走ろう。次はもう50アップ以上だ。の週末の夜は俺にくれないか。まだ大丈夫、山線香。今日山線香いいんかな。たとえ最初で最後の夜でも。ケモヤ。追ってきたな、逃げたな。山線香やっぱ。どんだけ釣るん今日。すごいよ。20匹ぐらい釣ったんじゃないか。今追ってきた、見えた？いや、見てなかった。反射光反応ないんで、これに変えるわ。バックスライトホーム。脳進化がいいかな。うん。どう？あ、小さいね、結構ね。脳進化がいい？どっち？いやー。わかんない、脳進化。わかんないな。ネイル進化ぐらい。ネイル進化ぐらいがいいかもね。まあ、テキサス。こうやって刺して、ね、刺して、抜いて、に刺してまっすぐで、ここの針先を隠す、こんなもんでね。ちょっとこれでちょっとちっちゃいから釣れそうやな。いいるな、いいね。おお、涼しいね。天然実際もうそろそろあの五七五じゃないけどさ、そのあの滝のを言葉でちょっと表してほしい。言葉で難しいこと言ってるな。うん、あの滝。あふれ出るおまんこの汁吸いたいな。ちょっと待って待って。なんて言ったの？あの滝が、うん、あの綺麗な滝が五七五。五七五だよ。もう一句お願いします。俳句かだな。もう一回読もうか、さっきのやつ。あふれ出るおまんこの汁吸いたいな。じゃあ次の俳句、松尾芭蕉さん、はい、あれ松尾芭蕉だったっけ、あの四国の。四国じゃないけど、奥のおまんこな。あれ奥の芭蕉、奥のおまんこ。松の芭蕉、松尾芭蕉だ。松尾芭蕉、奥の細道のおまんこっていう。じゃあもう一句お願いします。おまんこ放浪記っていう。もう一句ちょっと俳句お願いします。もう一個、うん、浮かんだの。もう一個浮かばないな。頼むわ。浮かばないわ。こばす。どれ？また。20匹。28匹。ちょっと可愛いサイズだけど、うん、いいね。そのちょっとルアー見せて。みんなどなんで釣ってるか教えてあげて。視聴者の人迷うから。山線香。見せてこっち。山線香のどういうルアー、どういう仕組み説明して。山線香のワッキースタイル。どういうことそれは。ミノーになるんだこれは。うん。これで引っ張ってくるのこれ。うん、これでね、プル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 ってプル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 ってケツ振って、うん、ね、これ、うん、ここおまんこに見立てて。何言うとんやん。何なって、ここおまんこに見立てるの。そう、ほんでプル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 ってやって、うん、クリちゃん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 とかって言って、うん、バスがこう魅力的なおまんこに食いついてくるんだ。匂いもついてる。匂いついてるよ。どんな匂い？ほら、おまんこの汁の匂いがついてる。具体的に言うと、どんな具体的に言って。具体的に言うと、お前、うん、おまんこの先から溢れ出るお前、お塩みたいなやつだよ。チーズ系じゃなくて、お塩、お塩。酸っぱい。やっぱね、バスはお塩が好きだから。酸っぱい系でもなく、チーズ系でもなく、うん、そう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 。塩。塩吹いた。塩です。うまいね、釣りが。ちょっと釣りガールが俺に惚れてしまう。おお。釣りガール来いや、おまんこ来いや。これさ、おまんこ釣りがある。今のちょっと教えて、どうやって釣ってるの？入れ食いやん、一人で。入れ食いだよ。説明して、説明して。下ネタ交えて。うん。きっつい下ネタ交えて。おちんちん入れるでしょ。うん。ね。うん。おちんちん入れたことあるでしょ。うん。ね、みんな。うん。その要領。おちんちん入れるようにバスを釣るんだよ。ね。きちんとやっぱり。これは正常位。これ正常位。正常位。バックの時もある。菊池さん、どういうこと。おお、本心本心
欲しいよ。本当にこれ嫌だわ。本当下水なお前。マジで。おまんこ欲しいはちょっと嫌だな。なんか今日レイドジャパンで行こうって言ってたな。全然レイドジャパンじゃねえやん。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。釣りますね。やっぱ山線香。山線香ね、小バスも拾っちゃうけどね。おお。50も拾うよ。なあ。50も釣っちゃうよこれ。やるね。50も来るからね。菊池さんもうそろそろ俳句お願いしますよ。ゆきえ。ゆきえ。釣ったよ俺。あの時の俺と一緒だよゆきえ。ゆきえって。ゆきえ。ほんと、投げとん。クランク、ここ。ボイルボイル。嘘。まだまだ稼いいよ。ちょっと当たらんくなってきたね。どんなクランクか見せて。おお。ちょっと見せて、待って、こっち。何これ。ちょっと待って、貸して貸して。何これ。はい。なんちゅうやつよ。何これ。チッパは RB ブレード。かっこいいだろ。すごくない？釣れそうでしょ。その、じゃどんな感じ？でかいのが釣れそうやな。ああ、なんでも食ってくるから。アピール力がすごいから。どこでもアピールしてくるから。チッパは？チッパはっていうのかな。チッパはクランクだな。YouTube で動画アップされてる、作ってる人が、あのこれを制作してる会社かな、の人が動画、クラフトワークスだったかな、ごめんちょっと忘れたけど。お前チッパイとか好きか。は、チッパイ。何チッパイって、小さいおっぱい。まあまあ嫌いではない。デカパイとチッパイどっち。どっちか選ぶなら、それチッパイ。あ、チッパイだな。菊池さん、もうそろそろ初恋の人マリヒャンにメッセージ頼むよ。マリヒャン見てる、マリヒャン、マリヒャンのことを思ってオナニーしてるよ、マリヒャン。あ、釣れましたね、また一匹。もう引きもせんなこれ。え、ルアーは何？借りて。引きさん。借りて。その小鉢に絡めて。俳句を一つお願いします。チッパイと。何？チッパイと。チッパイクリトリス。気持ちいい。どうした菊池さん。おまんこのひだをクリクリ舐めさせてよ。ゆきみ。当たりが昼になって、気温がもう33度超えて暑くて、当たりが止まってる。また夕方かな、チャンスタイム。夕ご飯は大きなだし巻き卵と鮭のお弁当。美味しそう。さん、見せてご飯。何食べてる？この弁当を俳句で例えると、俳句で例えると、おちんこ。何？おちんこ。それ俳句か。おちんこ。おちんこの皮。金玉袋。金玉袋。おまんこ。おにぎりが。暑いよ。疲れたな。おう、今そこでエネルギー補給じゃないの。50アップばらしたマジで。おう、ちょっと動画撮れんかったけど。こちらですね。おまんこ弁当。金さん。おまんこ弁当食べるわ。
おまんこ弁当だな。鮭のおまんこ弁当。ああ、ゴミ取ってゴミ。ゴミ。皆さん見てください。こちらがですね、鮭のおまんこ弁当。菊池さん見て。おまんこ弁当。これはおまんこだな、これな。だから、うん、ここが栗の部分、ひだの部分。ひだひだなの。これ大陰唇、ここ。ああ。サーモン。サーモンピンク。サーモンピンク。ここが気になる。小陰唇っていうの。うん、小陰唇。ほんで、この先っちょに、ここは、ここに栗ちゃんがあるね。うちアダルトだよな。アダルトだな。18金って書いてある。おまんこ弁当って、うん、美味しいんだこれ。いただきます。うん、さん。黒ずんでる。この小陰唇うまいわ。黒ずんでる小陰唇が。海苔で黒ずんでる。あと、使いすぎだ。菊さん、こうやってやってさ、うん、ここに間のこう道があるじゃん。ここなんていうかわかる、この黒の筋の部分。なんですか。蟻の戸渡り。これ蟻の戸渡りか。ここですよ。ここは。ここベロ先をつけてスーってやると、めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ気持ちいいんだって。じゃあうまいね。めちゃめちゃ気持ちいいんだ。気持ちいい。うん。あのさ、やっぱセックスってすごい美しいもんだ。ん？セックス？セックスってすごい綺麗で尊くてさ、うん、美しいものじゃん。子供が生まれる神秘的なさ。うん、そうだね。それをなんか汚いみたいに言う人多いのよ最近。そんなこと言うやついるの？いるいる。なんか嫌だとかさ、うん、あんな美しいもんないじゃん、おまんこ。おまんこね。うん、ねえ、セックス。おまんこは何のためにやるか知ってる？知らん。何？舐めるためだよ。そうやな。男は舐めるためなんだよ。あれを？うん、そうだよ。俺舐めるの嫌いなんだけど。あんな美しいものをお前。神秘的だよ、お前。神秘的。うん、大陰唇な。大陰唇から小陰唇にかけて、じっくり丹念に。あの、満潮とか干潮とかあるじゃん。うん。あれおまんこから来てるらしいで、潮の満ち引き。ああ、うん、潮のな、潮が吹くからな、やっぱな、おまんこ。おまんこって潮吹くもんだ。なんであれ潮吹くかったら、うん、ね、はい、大潮の時はめちゃめちゃ吹くらしいですよね。ああ、引力でか。引力で。じゃあ感じるわけか。大潮の時はもうめちゃめちゃ感じるらしいよ。ああ、そうだね。うん。だからいつも俺もあの大潮とかそういうの見てるよ。バレた。でかったね、結構今。でかくないけど。できた。ボートの下からやっぱ出てきた。あのボートの下から。どれ見せてるわ。思いっきり食ったよ。食った。ちょっと動画撮れんかったわ。やっぱりこの暑いから日陰行くんかな。うん、そうだね。ねえ。これすぐ食ってくるよ、これ。うわ、釣れそう。もろ食ったのにな。ああ、この音何聞いた。大地震じゃねえか。え、大地震の前触れじゃねえかこれ。何この音、なんだこれ。キムさん、この音で俳句一つお願いします。俳句難しいんだ、さっきからお前俳句って言うけど。五七五で例えてもらって。なあ、はい、俳人じゃないからね。俳句を。俳句な。ちょっと思い浮かばない、この音って言われても。ほんと？うん。これあれじゃない？おちんことおまんこの擦れる音じゃないか。擦れる音かな。うん。それをお前俳句で言うとなんて言うの？五七五で。五七五。難しいぞ。これ言われると出んな。五七五って言われると難しいんだ。風の音。おまんこ栗ちゃん、栗トリス。いい句じゃねえか。結構お前即興で作ったらいい句じゃん。即興で作るいいやろ。いい句じゃん。うん、最近だけど菊池さん、うん、おまんこの話するやつがいないのよ。お前の会社にか。いやいや、日本中で。ああ、日本中に。こんな美しい話ないじゃん。ないな。栗ちゃんの話も。うん、うん、しつこいぐらいやっとるけどな、さっきから、うん、今日。え？おまんこおまんこって。かなりすごいぐらいやっとるけどな。そうか。美しい話がいいよ、うん、子供が生まれる場所なんだから。なあ、神聖なの。神聖な。こんな美しい話なんでみんな隠してんだろう。俺も前から不思議なんだよ。あ、そうなんだ。こんな美しい話をさ堂々としないとなんて失礼な人なんだって。ああ、誰がしてないの。いや、それをなんか汚いものにされてんだって、おまんこ。あんな美しいのに。誰が言ってんの。みんな言ってる。みんな、みんな言ってる。みんな、うん。おまんこ何すると場所か知ってる。知らん。
中出しする場所だ。キムさん、おちんこで一番感じる場所ちょっと教えてほしいんだけど。おちんこで一番感じる部位はどこなの、あなたを。あのね、狩りのこの根元の狩り、あるでしょうか、狩りの、根元のね、本当の狩りの部分だな。あ、その裏筋の部分、裏筋舐めたろうか。裏筋が好きか。裏筋だな。裏筋をだ。さっきからなんか小さい当たりはあるんだけど、ね、そうか、しっぽだけなくなっちゃった。あ、食われたやん、ブルギルに食われた。さあどう、反応ちょっとなくなってきたね、昼になって。ないね。でもこの時でもあの影のとこではデカは作っていたよね、今。影に隠れてやっぱ待ってんじゃない、シフルのね。何の音楽12時やな、めっちゃ小バスがついてくる。だ、食った、ナイス。おい、これか。これださっきから食ってくる正体は。いいじゃん。でもどうよ。今ね、まあ釣れないんだけど、あること考えとったんよ。何？吸い付くような名器のこと考えとったんよ。何ですか、名器って。名器、吸い付くようなおまんこのこと。そんなこと考えてた。もうそんなこと考えて釣りとったんよ。それ具体的に言うとどういうことですか？締め付けがものすごい。締め付けがな。匂いはどうなんですか？匂いは、まあほぼ無臭だね。あんまりきついとやっぱりね、まあでも匂いはあんまり名器とは関係ないけどな、中がすごいミミズ、ミミズ千匹。ミミズ千匹って知ってる？知らないです。何ですか？チンチンにミミズがブワーッと這うようなな、ワームの中にチンチン入れてると思ったんだな。あ、キミさんの今までで一番最高なセックスじゃ教えてください。思えた。ものすごいデブのね、うん、エスコっていうね、広島県の里子さん。最終120キロとやった、気持ちよかった。いや、どうだったかな。そういうこともあったよね、エスコさん。これ俺の足の周りにあれないような、ドリルじゃないけどバーってならないよな。何が？ちょっとこれ俺の足の周りにさ、ドリルってのそういうプレペラで足切らんよな。ここないよな。横だからないよ。ないよな、今すごい来たから。そうか。他にはすごい名器の話お願いします。じゃあ名器ね、口の名器っていうのもあるんだ。口の名器、上の名器というかな、お口の、お口の下がね、自在に動く名器がある。ほう。ベル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 ってずっと喋ってるみたいな。それ何ですか？名器だ。吸い付くんだ、それが。すごい音が出る。好きですね、あなた。音はあれすごいよね、やっぱね。あ、そうなんだ。音の音が聞こえるとやっぱそれだけで興奮するやん。あ、それもね、名器の条件だよね。俺あんまり音がうるさいの好きじゃないんですよ。あ、そうなの。ちょっと聞こえるか聞こえないかぐらいの、そのちょっとだけ立てる、そこでやってほしい。あんまり座れると嫌なんだ。なんかそれブルッとみたいな。あ、嫌なんだ。いやいや、嫌い。なんか下品。あ、好きだけどね。やっぱり俺が下品だから、下品な女嫌いなんだよ。あ、そうなの。やっぱ下品な人って上品なのかな。そうやろ。そうかもね。下品というか、まああれわざとだと思うけどね、女の人もね。あ、そう。でかい？でかい、でかい、でかい、でかい。これはでかいぞ。おさんしょうご。ちょっとでかいぞ。カメラを。ちょっとカメラを。こうして、こうして。
なんだこれ。ごめんごめん。ちょっともう釣れなさすぎだよ。釣れたと思っちゃうの重いと動く。重く。ああ、釣れた釣れた。やっぱ山線香か。山線香来てる。一撃だ。ちっちゃいな。30匹目今日。山線香は入れ食いだねやっぱ。こばす。さっきよりサイズアップ。菊池さん、そのバスのちょっと顔こっち見せて。そいつはどうよ、五七五にすると。難しいこと言うな。うん。俳句、俳句だ、何でもいいよ。吸い付いた、このバスの口。いやそれ山線香でかい、いい、サイズいい、あ、いい、やったやん、ナイスナイスナイス、いいの来たやん、雨が降ってきた瞬間に。でかい、ナイスナイス、でかいじゃん、ナイスナイス、4ジャップ結構サオクサオクサオク、落ち着け落ち着け落ち着け、いいね、来たな、4ジャップ来たな、来た、お前今日爆笑、山線香、山線香すごい、雨が降った瞬間に、これはちょっと一発でかい、どでかい俳句頼みますよ。こっち突き出したよ、ナイスバース、いいね、待ってよ、ちょこちょこちょこ、こっち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 、45ぐらい、43、5、一発頼むわ、菊池さん、これ山線香、おまんこの筋、ミミズ千匹どう、菊池さん、ありがとう、よしよし、欲しいんよ、太いんが、太いんが欲しいんよ、雨だ、雨、雨、雨、待って待って、来たか、サイズはまあまあだと思う、50か、またまあまあだろ、入れ食い50、40、40か、今日釣るね、今日釣るね、2000円して、こっち突き出して、うわどう、40かな、2000円、もうちょっと、よいしょ、40ジャストだな、いいバスだ、今日釣りまくり、この山全校やばい、やばいな、はいはいはい、 OK、 離すよ、離すよ、危ない危ない、この入り組みの時俺全然釣れんわ、何か足りない、入り組みならお前何使ってんの、キロフロ、全く釣れん、これ食べます、サラダシーチキン、腹減った、キフさん、このサラダシーチキン糖質ゼロこれで俳句をお願いします、帰ろう帰ろう、海綿体は何言ってる、マンコしか売れちゃった、出てこない、味気のない夜が眠る、はい、雨止んでよかったね、いきなり降ってきて、もう結構降っとったね、さっきの、もう今日撮影してない分、これでもうお前35匹釣ったな、20センチ未満のバスがバンバン釣れて、 でかいの40本も4匹5匹49って、もう50近いのも1匹な、50近いの、ちょっとあと2、3匹追加しようよ、ちょっと俺もう70センチのでかいのも、でかいは難しすぎて全然釣れへん、始まる何かに期待して泳いでく、溺れて今夜はこのままあらら、枯れ眠れたらな、もうそろそろ俺らも6取れたよね、6な、出たことない、出たことないな、ほとんどいないんだろう、50後半は結構この辺出るって言ったもんね、50後半までいるんですよ、
まあ、最高ここの63っていうのが、うん、あの釣れたらしいですね。でも67は釣れたような気がするな、うん、夢の中でな。いや、あそこの四国のあの釣り具屋に73センチのバスの魚拓があるやん。おー、あったな。写真と73釣れるんだよ。釣れるな、73って本当かいって話やんな。さっきの50より20センチ下なんでかいな。でもただ その写真の73結構細長かったやん。2バスやねんかね。いやいや、バスだってだってブラックバスに。オイル釣ってくれ。でかいな。ないな。釣れるときはパパ釣れて、うん、ちょっと2時間ぐらいまた当たり止まっちゃってる。ちょっと1本目あと50ぐらいの出してたね。まあ夕方かな、またどうしてまた落ちたの。そうだよ、今ないもんね、1時間。こんな私も大人になった。そろそろ本当の愛を知りたいわ。食った。なんかお前。おい。私の友が舐めてきた。来たな。山千穂来るわ。今さ、いろんなアーム言うんだけど。山線香のこの色違い、これケミカルカラー、これが一番釣れる。普通の山線香は甘釣れ、色がね、限定バージョン、これ再生産してほしい。これ色が違うでしょ、これカマキリパターン、めちゃめちゃ釣れる。地形的にね、岬の駆け上がりの岬のポイントになってこっち、こっちかも、あそこ岬の先、もうこの辺で40アップバンバン釣れちゃってるんですよね。だから岬の駆け上がりっていうのが、ポイントが分かんなかったら岬見つけてる。土手の下に、土手の下に来るときそこ攻めるか、3点攻めか。岬ポイントですか。クッとクッと今小笠食ってる。クリトリスの先でか、うん、あ、食っちゃいました。25センチかな。もうちょっとクリちゃん刺激しないと。加えてピューと今度クリちゃん加えてな、うん、乗ったでかいすごいスピードで上がってきたな。ものすごいスピードで15センチだ。これがね、加え込んだんですよ今日。やっぱあれだね、テキサスよりもやっぱりこのフリーボールがあのいいね。今日テキサスのね、いつもさほとんど一番入れ食いなんだけどな、今日はね、そう、だから火によるんですよね。今バスも売り取ったやんか。今日はちょっと、モーシンカー系のが一番反応がいいかな。あ、ちょっと釣れた魚追っかけてる。バス追っかけてる。ナイス。やっぱそう、それか。山線香。山線香。リグになるよ。もうそろそろ一番ありますけど、最後ちょっといかなとろうか。ついに来た、今日最大でかいダブルヒット。お前バレだ。もうでかいよ。お前呼ばれた。このサイズは入り食いに近いな。止まんないな、これ、ね、いらないけどね。ちっちゃなバスはもう100匹釣れちゃうと。やっぱ鴨川ダムすごいな。あの関東とか琵琶湖でもこんな釣れないんだって。だからそのちっちゃいサイズ含めちゃうと100匹見桁になっちゃうもんな。そうだね、うん、これ狙ったらほんと100匹いくよなあ。
入れ食いや入れ食いだねもうね、うん、はい僕最後のこのシャット投げて終わります。ちょっとこう1時間シャット投げて、うん、夕方になってきたんでね、もうずっと山線香とかああいうの飽きてくるでしょ、うん、シャット投げたり何々投げたりしてやんないと。用釣りシャット結構でかいの食ってきました。ちょっとバラしちゃいました。ブルブルブルっつってあのやっぱり岬でしたね。あそこ岬の岬の先の先端で今バーン出たぞ。ちょっとバレちゃったけど出るだけ出るな。シャットでちょっと最後に撮りたいね。レナよねどうするでしょう。これセミ、なんかレールだ。セミセミセミの鳴き声レールか。これセミでしょ。セミかこれ。セミっぽいやろ。セミが左から向こうに飛んで移動しとんのよ。セミって飛ぶとき鳴かないでしょ。じゃあなんで左から右に流れてるの。それは見えるじゃないかな。セミでしょ。声セミっぽいでしょ。なんだろう。いやだからセミが移動してってるか。移動してるとき鳴かないはず。木に止まってないとるからね。あ、セミだ。セミ飛んどるか。セミの声セミだろ。でもさっきのレールっぽいよな。でもセミでしょ。今セミだね。だから大群でしょセミ。皆さんこれ何の音。セミでしょこれ。なんだと思う。セミじゃないと思う。じゃあ何、何かが移動してるんだよ。だからセミの大群だって。だから今異常発生で異常な音してるやん。セミが100万匹ぐらい飛んでる。じゃあこの辺にあんな音が鳴くものある。じゃあセミじゃん。あでもね、どっかの国でセミが異常発生して、うん、壁とかにセミがブワーってくっついてる。だろ、あんな状態かな。だって異常にうるさいよ。で移動してってるやんブワーって。で今日そっから中でするやろこの音。だからセミが1万匹100万匹なんで。夕方5時になりました。あと1時間ぐらいここ投げてね、こっからもう暗くなってくる。終わろうかなと思うんですけど、ちょ、チョーカーいまいちでしたね。菊さん、チョーカーまだまだやな。ちょっと5時アップから3本ぐらいあと追加しないとな。違いますね。ほら、錦鯉がいますね。ほら、錦鯉こう綺麗だね、こいつ。ちょっと死にやすな感じで、ね、こうちっちゃいですね。40cm。 こいつもすごい素晴らしいですね。最近ね、錦鯉を飼育しない人が結構増えてて、いや、西の錦鯉を飼育しないとどうするのって説教するんですよ、自分。会う人会う人会って錦鯉飼育してますかってまず第一声そこ聞いて、飼育してないって言った瞬間白い目でバーン見ますね。やっぱり日本人だったら国魚錦鯉絶対飼育しなきゃいけない。ここでまたクーラー重たいです。いるね、ホワイトキャッチ。ヤンコヤンコ、うん、かわいいメスですね、この子ね。ピンクの首輪してるから。さよならの後がフリックシェイク。心地いいように。恋だ、恋が跳ねた。キスはしないで。今日はちょっとネチネチやっていこうかな。二人きりだけど、たくさん今日の目標はさよならの後に。いいことでかいな。まる昨日の超過よりはちょっと今日はあげたいな。これ全然釣れなかった。テキサスばっかりやってたら全然釣れなかった。フリーフォールの菊池さんが結構釣れたんですよね昨日ね。昨日プラックスでしたから。今日デイ2でしょ。今日ちょっとフリーフォールでね、ゆっくり。ダニエルの見せて仕掛けます。
いつも連れてても例えばそこにチンカワシが釣れることもあるじゃん。でも昨日あんま釣れなかったよ。やっぱ日によって前のみの高橋って言われてるの。お前が投げる先ポイント後ろから投げるタイプ。後ろからお前の投げるポイントにゴーンな。昨日も5回ぐらい絡んだ。落ち着け落ち着け冷静を装ってこう投げる。キスは我慢しておこう。グッドなナイトにしたいよ今日は。ちっちゃいワームだとな。吐き捨てたかった。でも体はバカ正直だ。山線香そこと人気目小バス仕掛け見せてこっちにカメラ。これか琵琶湖の小バスみたいな。な右京焼肉弁当。昨日焼肉食ったのにな。焼肉弁当そうそう払い。おにぎりがうわごボロ。ここの店ファミマボロ。ご飯がパサパサ最低。あれファミマだったよな。ローソンか最悪なのローソン。セブンイレブンだやっぱり。こんなパサパサのご飯だったら見て今買ったばっかだよこれね。最悪。うん、いつも俺冷や飯食うけどこんなパサパサご飯初めて。え、そうか。まあでも朝から開始2時間いいよ。昨日なんか7、8人入れ食いやったもんな昨日。入れ食い動画撮ってない面もあるじゃん、ま、あの小バスね。30ぐらいのバスだったら なんでいつ釣れたんだよ。70匹全部2人合わせたら75匹か80匹ぐらい釣れたんですよね。お前3匹釣れた。朝だけな。いやいやなんか回してないけど30ぐらいのバカバカ釣れたから、もう最後もう動画撮らんでもな。2人合わせて1人40匹ずつの80匹ぐらい釣っとるんですよ昨日。それがですよ今開始朝から3時間1匹だけというね。これが神奈川クオリティ。日々変化するのよ。あんだけ入れ食いだったのがさ、当たった当たった、うわ当たった。小バス5センチ売り切るかもしれない。カス上がってきてねえかなあ。ということで昨日はね皆さん2人合わせて合計で約、まあ、ちっちゃいバス合わせたら80匹釣れたんですね。今のところは、小バス3匹か。今日の目標でもちょっと今日朝一の食いがね。だって昨日なんか開始30分で7匹釣れたやんね。え今日はちょっと昨日釣れたとこも反応ないし今からかな。太陽出てきて今当たったしな。スイッチに入れてるから。シャターでスイッチ入ってきますね。そうか。今このレーンがずっとスイッチ入ってきてるから戻っていくときはバカバカ釣れる。今隣でボートやってるおじさんも一匹も釣れとらんだ朝からあれ。まあすごいわ。いやまあ状況だよねこれは。すごいすごい。俺みたいにこれチャーターでスイッチ入れていかないと。チャーター釣れる？もうスイッチ入れてんのかな。まあな。カス上がってくるよこれ。ちょっとね。何投げとん。チャタ来る。もう来るよ。スイッチ入れまくりだ。
性欲のスイッチ入れまくってるからね。見せて見せて。おお。これでな、うん、バスの性欲のスイッチ入りまくり。チンコ激出し。来るよこれ。チンコがおまんこにズボーン。いい動きだね。ズッポシ。なんかネズミみたいだな。入るよ。おまんこ。ズッポシ。何を言い始めたんだいきなり。そうでしょうこれ。来そうだな。まあ実際来たけど。菊池さん。はい。菊池さんの俳句を楽しみにしてるっていう人がコメント来てたから。うん。あそこの滝どうよ。おう。あそこの滝は。滝？おう。こっち見てって。思ってたんだ。え？滝な。滝を例えると。おまんことかしか思いつかないから。滝を女性器に例えると。そんなのしか思いつかないからちょっと。けどさ、普通のキャラで行きたいわけよ、本当は。お前がそういうの求めてくるじゃん。おまんこキャラ的な。いやいや視聴者だよ。おまんこキャラ的なやつ。いや視聴者がはめ手がないと眠れないって言ってるんだよ。うんうん、死ね。新しいはめ手がない。眠れなかったら死ねって。新しいハメ手がないとダメなんだよ。死ねとか言うんだよお前視聴者に。なんで俺がお前視聴者に俺が眠りを提供せなあかん。新しいねハメ手を入れながら、ね、視聴者人気使えんでサービス線と。そうか、うん、俺の趣味は魚を釣ることだと思うよ。バス釣り動画に出るさ。どうか俺の趣味魚を釣ることだと思ってるんだ、うん、菊池さんの女性のタイプってどんなんがいいの。おまんこピンピンってなったと。なんて意味が全くわからんんだけど。何おまんこピンピンピンってなったと。それがタイプ、うん、なんどんなタイプなんだよ。乳首がプン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 っていうのがいいんだ。そうだよ。そんな人いるか。意味がわからないんだから。プイーってなってるんだ。そうだよ。おまんこがプリ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 クリちゃん、クリ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 そういうのが好きなんだよ。そうだにしてもチャタいい動きだな。いないな、ここ。ちょっと移動してこうよ。クワガタ、クワガタ、ちょっと助けて、ちょっと待って、助けて。食い取ったクワガタ。うわ、ミヤマ、ミヤマ、痛い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 。ちょっと、つれつれ糸取ってみ、待って大クワミヤマクワガタ。クワガタもうちょっとバスに食われるとこだった今。いやいやこれもうガチガチじゃん。バスが食うとこだった今それ。ほら痛い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 。ミヤマミヤマ痛い痛い。これ見てこんなことあるんややっぱ7月。クワガタです。じゃミヤマクワガタだねこれ。結構珍しいね。結構ちっちゃいね。噛んでる俺の指。え、ミヤマがここに浮いてるのは初めて見たね。初めてだよ。ちょっとこれ寄せて寄せて。やばかった。分かった。ちょっと岩が落ちてきた。ちょっとこれ助けてあげるから。今落ちてきた岩が。ああ。ちょっとお前の背中にくっつけていい？うん、痛いこれ。結構パワー強いな。皆さん、ミヤマクワガタはパワーが強い。浮いとったよなそこに。浮いとった。初め死んのかなと思ったけど。うん。浮いとった。ちょっともうこれパワーが意外に強い。痛い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 。ホウホケキョってウイスか。あーかな。めっちゃ声響くね。響くね。でも 100m 向こうがどこで鳴いとんよ。あれってさ、ホウホケキョって言うじゃん。うん。あれはさ、女が男を呼んどるってことだよ。あ、そうなの？いや、だから、泣くのは、セックしませんかって言ってるってこと？まあ、簡単に言うとね。そういうこと？そういうこと。セックスしませんか言うとね。そういうことか。ワンチャンそういうことやろ。
セミとか鳴くやん。ああ地上で2週間しか生きれない。ああ、まあ、ミンミンミン鳴くやん。まあなんかあいつらは子孫を残さなあかんからな。簡単に言うとセックスしませんから。鳥も一緒だよ。まあ、それぐらいしか楽しみないもんなあいつらな。菊池さん、あれ害鳥知っとる？害鳥。害鳥？日本の害鳥。何？引き続き。あ、そうなの？そりゃそうだよ。だって木に穴開けちゃう。木をやっちゃうから。え？木を壊すから？そう、セックスするたびに木に穴開けちゃうんだ。害鳥だよ。ちょっと変態プレイが好きみたいな感じだな、言ったらな。アクロバットなことばっかやっとんだ。自分が生きるために木に穴開けちゃうんだ。木さんから見たら害鳥よ。セックスするために穴開けちゃう。貯めてくれってな、うん、猫をミヤミヤ鳴くやん、うん、あれ全部セックスしませんか、言うとミヤー言うとやん、うん、猫な、うん、発情するもんな、猫、うん、発情すると大変だよね。そうやな。井口さ ん、この辺500年前何があったか知っとる？この辺、うん、何があった？赤線。赤線って何？てか売春宿があったよ、これ。この辺か。売春宿。売春宿、売春宿この辺にあったの？あったの、この辺。この一帯は、うん、赤線、青線って言って、うん、売春婦の巣窟。そうなの？今撮っとんか、これ撮ってる。撮っとんか、これ後ろ。だから売春宿がさ、何するとこ？ん？売春宿って何やるとこ？売春宿？この女がお前の男のためにおまんこ、お前だから結構でもさ、キルさん、最近俺思うんだけど、うん、でも性のことがすごい汚いって言ってんのよ、若い子が。誰が言ってんの？若い子だから、うん、汚らしいって言うんだけど。汚らしいって言う意味が分からん。セックスって赤ちゃん作るさ、うん、尊い行為じゃん。そうだよ。美しい話じゃん。美しい話を、うん、AV 見て、センズリぶっこいて、うん、で、なんか顔面シャワーとかして、うん、汚い感じにしちゃってるからいかんな。そう、なんかだから売春宿とか言うとすごく悪いイメージになるじゃん、うん、まあ売春宿赤ちゃん作るのとはまた別だからな。まあでもそれの一歩手前の行為やん。いや、ただただ精子出してすっきりしたいだけだよ。そうか、精子を出したいだけ、うん、すっきりしたいだけ。じゃあこのあれ、うん、心地いい空間を見て、うん、俳句を一個思いついたらどう？これか、うん、俳句な、昨日からもだいぶ言い尽くしたからな。ボキャブラリーの少なさがお前出てさ、うん、おまんことクリちゃんしか出てないんだよおまんことクリちゃんの季語二つ。それでお前季語二つで俳句作れても難しいよ。いや、あるな、山の中、うん、ウグイスの声が泣き響くみたいな。小学校5年生大賞とかあるやん、俳句大会一発と思うわ。うん、ちょっと待って、木があった、これ木の中に突っ込むとこだった。おまんこ木が、うん、ゆうさ、おう、このチャンネル18禁になるわ。禁になっちゃう、うん、広告つかない。広告つかないか。つかない。つかなかったことあるの？今まで。あるよ。だからあんまりエグいと、うん、その動画は削除せんでいいよ。うん。誰かそのエグいとか内容見てんの？見てる。だから通報が行ったりして、うん、動画は問題ないよ。ただ、うん、そのあなたの好きなおまんこ連発したり、うん、そうするとその広告主に適さない動画。だから動画はあるけど広告つかないよって。ああ、そうなんだ。つかなくていいんだって、別に金儲けでやってんじゃねえから、うん、ね。でもみんなが見れないのが困るね。ええ、見れる見れる。ただ18歳未満が見れない。18歳未満に見てほしいの。別に子供が見れない。食い上げてこい、食い上げてこい。
君ちゃん最近セックスはしてる？してないよ。やってないよ。もう立たないか。立つよ。あ、カメ、カメ。どこにおる？カメ、カメ。どこ？下に潜ってった。石ガメ？緑ガメ？いや、なんかスッポンみたいだったよ。嘘？スッポンがおるの？ここ、スッポンみたいなカメだった。じゃあスッポンじゃん。ちょっと形違うよね、スッポンね、うん、泳ぎ方もなんか違う気がする。何の？カメと見たら分かるな。スッポンがさ、スッポンポンって知っとるか、うん、どういうこと？下ネタか、また下ネタっちゃ決まったな。スッポンってさ、おまんこあるんかな？知らねえよ、そんなこと。チンコはありそうやん。チンコな、まあおチンコありそうやん、うん、おまんこあるんかな。カメだからもうチンコある、うん、でもさ、キムチさん、うん、日本っておかしくない？何だ？なんかさ、テレビとかさ、うん、ラジオでさ、うん、なんかチンコっていうのはなんかちょっと許されてる感あってさ、うん、なんかおまんこっていうのは絶対いけないってなるやん。差別じゃない？差別もあるけど。いや、男女差別じゃない？思わない？うん、まあ、チンコはなんか許されるね。いや、だけどおまんこはアウトみたいな話じゃん。だったら男女差別じゃん、それ、うん、おかしくない？まあ、おかしいっちゃおかしい。ジェンダーフリーじゃない？それ言ってみたら？山本太郎。何？山本太郎さんに言って、議員のね、国会議員、うん、そこちょっと何とかしてください。山本太郎が何出てくるの？なんかやってくれそうです、何でも願いを聞いてくれそうです。本当違う？知らん。こういう、いや俺確かにおかしいな。おかしいよ。男女さ、なんかあるじゃん、うん、なんか女性差別だって言うけど、うん、俺逆で、うん、男性差別の運動してんだよ。だっておちんこかわいそうじゃん。どうでもいいっちゃどうでもいい。いやだっておまんこは大切にされてさ、うん、おちんちんが大切にされないっておかしいじゃん、うん、おかしくない？まあでも性犯罪はさ、うん、男が大体レイプするじゃん。違うよ、女がレイプするって。最近女の子の DV があるんだって。でも女の子のレイプ事件って聞いたことないよ。あるよ、旦那さんを蹴飛ばしてノイロゼンさせたり。 DV があるけど。あるよ、レイプ事件。だから若い男をさ、うん、集団レイプするよ。ムラムラしたからレイプしましたって、あんま聞いたことない。いや、聞いたことないんだけど、あるのよく、うん、あるの。だからおまんこがおちんこを逆にやっつけちゃうことあるのよ。あるの、うん、だから俺おまんこをほんと説教しとんのよ、うん、おちんこの方がお前だから対等でないといけないだろ、まあ、なんでおちんこがお前、おまんこが、もういいぞその話。何はくどいか、うん、いやだからなんでおまんこがいかんのかもでな、おかしいと思って。あそこ流れ込みじゃないか、木口さん、うん、あのおまんこの汁、おまんこの汁だな。 あそこ出とるな。汚くない？おまんこの汁、うん、汚い？ちょっと臭くない？あれ、いや、あんまりわかんない。いや、なんかさ、おちんこ臭いとかよく言うじゃん、うん、おまんこも臭くない？いや、臭いと思うよ、人によっては、うん、あとお風呂入ってないと。それは臭いでしょ。危なくない？おまんこ臭くなるとこだからね、うん、汁が垂れてきとる、おまんこ汁が。臭い、臭い、やっぱえ、おまんこの匂いがする。おまんこ、何？おまんこの匂いがする、ここする。臭い、ここおまんこの匂い。おったやんお前。しかも巻き上げてきた今。おったやんここお前。いやだからちゃちゃ巻き上げてきたのよ。およし、おーナイスバス。だから今回収しよう思ったよ。追いかけてきて追い食いしてきた。 オスかメスかどっちやろこれ。キムさん、俺オスメスの見え方わかる？わかんない。わかんない。みんなオスメスの見え方教えてあげるよ。こうやってあるな、ここ、これね、ここにおまんこがある。あるじゃん。うん、これおまんこ。マジ？ここ見て、これメス。メスか。穴開いてるでしょ。これおまんこね。うん、入っちゃってる。入っちゃってる。これメス。おまんこバス。入っちゃってる。入っちゃってる。今のおまんこはこれで釣りました。木口さん。
さっきのおまんこバスこれで釣った。ああ、それ釣れるよねやっぱね。うん、でも菊さんさ、おまんこもさ、うん、おまんこおまんこって言い続けたらさ、うん、だんだん慣れてくるじゃん。うん、慣れてきてもう慣れてくるけどさ。慣れてくるからさ、全然綺麗なもんじゃん。うん、別に汚いとかじゃない。だっておまんこってさ、うん、赤ちゃんが生まれてくるとこだよ。うん、おまんこから、うん、綺麗じゃんじゃん。美しい場所じゃん。なんで隠すの？おかしくない？何？このチャンネルおまんこチャンネルに変えろ。変える。ちょっともう高橋おまんこに名前変えるわ。名前変えろお前。うん。基本菊池まんこにお前も変えろ、うん。変態おじさんって。ジェンダーレスです。何ジェンダーレスって？男と女の境なくなってる。ないよな。うん、差別じゃあかんから、ね。そうそう。なんかチンコとあってまんこがあるってカブトムシもそうじゃん。さっきのおちんこカブトムシ知っとる？あれオス。チンコあったやろ。あったな。だからメスはおまんこがあるか、まんこカブとかおるもん。まんかぶな。お。こいだろ。まんかぶ。菊池さんさ、うん、俺昔犬飼っとってんて。うん。おまんこがあった。ああ、犬のな。犬ケース見たらさ。あるよ。おちんこがなくておまんこがあったんだよ。メスだったんだ。そうで2歳ぐらいになったら生理になって血がよく出てたわ。ああ出るよおまんこ。おまんこからな。でうちつないどったのそのおまんこ。うん。したらちんこの犬がさ塀飛び越えてさ、ああ家に入ってきてさ、セックスしに来た犬とな。犬があれさ、人間だけじゃなくて犬もセックスするんやな。犬とセックス、マジで結構ガチでやってるからね。ガチもんだよな、うん。あれセックスって人間だけじゃなかったんだ。犬のセックス結構エグいな。ほんで俺最近緑亀飼っとんよ。うん、緑亀が あの広範囲でセックスしとった。あそうなの、ね。どんな広範囲ってことは。上に乗ってな。亀の上に亀が乗ってる。そうでおちんこが伸びてきておまんこに突き刺しとった。動画撮った。動画撮らんかったけど。動画撮れる。で亀もセックスするんやん。亀のセックス。うん、昆虫もセックスするの知ってる？カブトムシ。カブトムシ、うん、マジか。どうやってその正常位。だからメスのおまんこに在バックバックバッ バック、ね、なんかメスのおまんこにカブトムシのオスおるやん、おちんこ、うん、白いんだってカブトムシのおちんこ、うん、で変なメキメキ音立てながらもうおまんこにおちんこ入れまくるね、うん、1時間以上メキメキして入れるんだ。長くない1時間って。1時間もやってんの。やっとるであいつら。素人だなあいつら。いやーわかんないけど。あれかもしれない、ぬかずの7発。ぬかずの7発。カブトムシじゃなくてあれだ、ぬかずの7発っていう昆虫か。ああぬかずの7発やってみたら気持ち悪いよな、カブト。それぐらいやんないと子供生まれない、うん、精神がつくてな、うん、あと菊ちゃん、寿司屋行くとマグロあるでしょ、うん、マグロもさ、うん、おまんこあるって知っとった？そうなの？マジだって。オスのマグロはさ、おちんこついとんのよ、うん、でメスのマグロおまんこの穴があるの。あるんだ。そこにぶち込むんや。ああ。マグロじゃあのスピードものすごいスピードで泳ぎじゃん。うん。あのスピードで泳ぎながら寄り添うようにセックスしてるの。だからおちんこおまんこに入れながら。あでも見たことあるお前。うん。何？マグロの国。あれはないな。やってんのあれ国。やるの。マグロが。もうマグロが口からバラバラバラって。あれベロ実はあるからな。嘘。伸びてきた。クリトリス。マグロがクリトリス舐めとんや。やっとやってる。気持ちいいんかな。いや気持ちいいみたいよ。気持ちいいからやるんだよね。気持ちよくなかったらやらないもんね。だってクリなんかあんま関係ないことだ。子供ね作ることに。気持ちいいから思うでやっちゃうんだ。マグロもねクリとクラチやって。だから生き物そう考えたらさ生き物全部おまんこじゃん。そうだよ。今までフェラチオするからな。嘘。見たことないけどな。やるよ犬もフェラチオ。うちからさ、んカーカーカラスおるやん。カラス。カーカー鳴くやん。カラス鳴くな。カラスもセックスするん知っとる？カラスもするの？それするよ。マジで？するよ。カラスもするの？カラスだからおまんこにおちんこをこう乗って。うん見たことない？カラスのセックス。ないないない。チンコねじり込むのおまんこに。
鳥がセックスするってことじゃん。セキセイインコだってみんなセックスするよ。マジか。メスの上にオスが乗って、おちんこを、あ、ボリ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 、おお、おちんこをマンコに、うん、で今さボイルしたじゃん、うん、バスが小魚食べるやん、うん、なんで食べるか知っとる？なんで食べるんだよ。おまんこするためや。全部それやろ。全部そこに結びついてるな。結びついとる。食べ、来た来た来た、小さい小さい。食った俺も。乗った乗った乗った、これは乗った。お、でかい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 、やったやった、よし、でかい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 。これあれだ、今やっとったやつ。何が？おまんこやっとったやつ。おまんこやっとったやつ。これはでかい。来た、おまんこバス。大きい、めっちゃ引く。おまんこバス、おいぐい。おー、だったった、結構引くよ。やったじゃん、お前。お、来た、おまんこバス。取れるか、取れるか。うわー、来た、おまんこバス。いい話だ。話すよ、うん、三八結構引いたな。いや、三八あるからな。飲み込んどるわ、飲み込んどるわ、三八あるわ。見えますか皆さん、菊池さん、これオスかメスか分かる？オス。いやいやね、メスです。メスか。ここにおまんこあるでしょ、これ穴がある、あるおまんこがあるから、メス。あ、そう。これえ、それ処女、処女、処女じゃない な、やりまくりか。何回もやりまんバス。おお、やりまんバス。セックスするなっつってもやんだから。ああ、バスはな、言うこと聞かねえんだ、あいつは。さあ、ボリしとったやつだわ、うん、菊池さん、ボリしとるところを食うんだよ、これ指、うん、ぬるぬるのやつがついた。今触ったんだよ、ぬるぬるのやつがついたじゃん、お前。しょうまんこの匂い、めっちゃ臭い。臭いの？めっちゃ臭いよ、このおまんこ。バスのおまんこ臭いんだ。指からおまんこの匂いが取れん。ああ、そういうことあるよね。メスだから。あるよね、メスもね、うん、オスはチンコ臭いね、うん、メスはおまんこが臭い。あ、うん、あるね。あのさ、お、あそこにさ断崖絶壁あるやん。断崖絶壁ってコンクリートの、お、あれなんで作ったか知っとる？コンクリートで作ったんだけど。いや、何のために作ったの？何のために？あの、これあの青缶するやつがおるんだ、青缶、うん、あの上でな、うん、で青缶するやつが、うん、精子出すときに、うん、コンクリートがないと、うん、自然にぶちまけちゃうんだよ、自然に、うん、だからコンクリートでやったんじゃないか。違う違うか。あれ作ったのは青缶じゃないのか。違う、建築業者がおるやん、うん、来た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 。でかい、バレちゃったバレちゃった。でかかったね、今小バスやろ。でかかったよ、今。あれな、菊池さん、うん、あその壁あるやん、うん、あれコンクリート作るやん。で、あれお金もらえるよ、作ると働いて。そうだね。その金でおまんこするやん。ああ、そういうこと。そのためにや、作ったよ。ああ、おまんこのために。そう。ああ、そういえばこ上に買い取ったわ、うん、おまんこコンクリートって。そうやろ。ああ、買い取った。あそこの裏で回春できるね。マジで待っとるわ。あのおまんこ、あのコンクリートの裏で回春できるか、人が並んどるから、うん、回春できるだ、あそこで。あ、そうなんだ、うん、それは知らなかった。なんか春を買うことできるの、実は。あ、ここでね。そうそうそう、うん、さあ、はい、なんか音聞こえん。音、なんか何の音聞こえる今。分かんない、分かんない。聞こえる音。耳耳、コオロギの音聞こえる。ああ、そういうこと、うん、鳴き声な、カラスの鳴き声、鳴き声かな。どう、うん、コオロギの鳴き声。あれ、コオロギか、あれ、うん、コオロギだ、あれ。セックスするために、メスを呼び出せるために、うん、おまんこするために鳴いてる、うん、来た、うん、小バスだな、うん、乗らない。めちゃめちゃ鳴いとるカラスが、うん、おまんこしたいんだろうな、あれさ、うん、あの YouTuber とかがさ、とか女の子が化粧したりするやん。え、女の子が化粧したり、風呂入ったり、シャンプーしたり、髪の毛整えるやん。うん、何するか知っとる？おまんこしたいから。そういうこと。そういうことか。そう、正解か。
で31人の YouTuber 持ちとる問題、宴会、宴会して、うん、何でやったか、乱行パーティーでしょ違うの、いやその日は乱行じゃないけど、うん、乱行パーティーやっとるじゃん、その日のきっかけで、うん、もしかしたらおまんこできるんじゃないかって集まったメンバー、いやそうだろ、うん、乱行パーティーだろ、乱行はせんけど、そこで31人がもう全員やっとる、そこでおまんこできる相手を探したよな、31人だな、うん、おちんことおまんこはな、うん、本当にそうなんだって、みんな乱行パーティー目指したんさ、うん、三重県に和田の島ってあるの知ってる知らん、海春島、うん、海春島、しかももう江戸時代から続く海春島なんや、ね、ああそうなんだ、うん、まあ行ったことある、ない、ああその海春はしたことないけど、その観光で、うん、その歴史探索で一回行った、ああ観光地なんだ、観光地、うん、で江戸時代から続く海春島、うん、だからおまんこがうずくやろ、あそこの島に行くとうずく作用があるんだ、おちんことおまんこが合体するって、江戸時代からよ、江戸時代からめっちゃ歴史ない、歴史あるな、おまんこ島っつって、うん、でもなんかおまんこ島って言ったらさ、うん、悪いみたいに言うじゃん、まあね、めっちゃ美しいことやと思う俺、うん、何が悪いのと思って、まあ別に悪くないよ、そうそう、だから何を言ってんのかな思って、海春が、まあ海春は良くないからね、海春ダメだよ、いや海春みんな知ってるじゃん、ソープランド、え、あそれ違うよ、入浴してるって体なんや、そうだ入浴してんだよ、でもおまんこにおちんこ入っとるやん、いや知らないよ、行ったことない行ったことない、ないよ、海春の菊池さんが、なんだお前やめてくれ誤解を招くやん、やめてくれそうか、うん、あれは入浴してるだけか、入浴だろ、だったら入浴料かでしょ、違うの、いや海春じゃないのあれ、売春でしょ、違う、何入浴だよ、一緒にお風呂入ってるだけだ、ああそっか、いや知らないよ俺、行ったことないから、うん、俺も10年前にさ、俺もそういう風俗とかあんま苦手で行かないんだけど、うん、10年前にさ、うん、とある J さんって人にさマッサージ、J さん、うん、マッサージ連れてかれたのよ、うん、なんかオイルマッサージとか気持ちいいからっつって、うん、愛媛の大街道のとこにね、うん、そしたらおまんこが出てきてさ、おまんこ出てきた、そうそう、でおちんこしがきましょうかよね、うん、いやいやうち俺は今マッサージしてもらってん、背中とかの、うん、いきなりそいつが発情しやがってさ、あ女が、そうおまんこがな、うん、なんでだろう、知らん、うずいたんちゃう、お前勃起しとったんか、えしとったんかな、わかんない、お前勃起しとったんだろう、多分、わかんない、勃起してお前のチンコもなんかちょっとマッサージしてほしそうにしてたんじゃないか、ああそうか、おちんちんもちょっとマッサージしてほしいなっていうのを、うん、勃起したチンコがちょっとなんか誘ってるみたいな、うん、っていうからさ、売春っていうのは法律違反なんか、うん、ダメでしょ、だから入浴料なんだ、入浴は大丈夫、じゃあピンクサロンっていうのは何なの、ピンクサロン、ピンク初めて聞いたな、それ、えその言葉初めて聞いたよ、そうやって言うじゃん、ピンクサロン、あ、ピンサロンのことね、うん、ピンクサロン、何ピンサロンって、いや俺も聞いた話によると、うん、なんか街中とかにそういうとこにあって、ピンサロンってのが、うん、あの別にあのキャンパスカフェとかさ、うん、いろいろ呼び名があるんだけど、うん、カフェだよ、カフェ、うん、わかる、うん、そういうとこでなんかおまんこのついた女がおまんこのついた女がねついとるよ、おまんこそれ、うん、フェラチオして、うん、フェラチオって何、フェラチオ、何それ、おちんちんをソフトクリームに見立てて、うん、舐めるんだ、ソフトクリームのようにペラペラペラペロって舐めるんだよね、おう、うん、そしたらおちんちんが興奮しちゃって勃起してね、うん、そこからなんかピュッピュッピュッと精子が出るらしい、気持ちいいんだ、気持ちいいみたい、俺知らない、やったことない、行ったことない、なんかそういうのがピンサロで、うん、曲がり通ってるらしい、ひどいな、ひどいよね、うん、菊池さんは訓人は好きなの訓人とかしないし、そのしてるやつも聞いたことがない、
噂では俺の知り合いの菊池さんって人がさ、国のしすぎでなんか喉が、喉になんか病気になっちゃったって聞いた。そんなやついんの？え？誰のことだろう。もう一人さ、うん、俺の知り合いでさ、うん、なんとこくっこばすわ。食ったことある。これ知ってる？何？今ラッチョってあるじゃん。うん。うん、あれやりすぎて、うん、喉がダメになるって。嘘よ。したことないんだけど俺そんなこと。うちの会社にいるんだよ。うん、月曜日になると必ず休む女が。うん。そいついつも土日でさ、うん、ものすごい膨張した勃起したな。うん、チンコを喉の奥までガッツンガッツンやられて。うん、月曜日になったら、おはようございますって喉やられてくるのよ。マジで？あ、マジで。それ本当に？本当本当。痛めるの？痛めて、月曜日になって必ず。やったことないんだけど。今ラジオやりすぎっていう話だよ。直接聞いてないけど。そう。月曜日になると必ず喉痛めてるの。おかしいでしょ、だって。あの、YouTuber のさ、うん、渡辺真央さんっているやん。うん、その17歳の女の子に、あの、写メを送らせたことがどう思う？まあエロ写メ、うん、まああんま良くないよね。で思ったんだよ俺、うん、あの真音さんが騙されたんじゃないかなって俺、おまんこに。うん、まあ騙されることが悪いよ。でもおまんこはさ、うん、その欲しかったわけやん、おちんこが。うわわわわわわわ絡んだやん。うわ最悪。ジュース入れたもんな。うん、そうだよ。来た来た来た。嘘。よし。乗った。乗った。ナイス。サイズは。来た、またこれ。でかい？でかい。嘘。うわ。チビやんお前。うわ。このバス、ああ、持てない、でかすぎて。嘘。でかすぎる。釣れたな。ナイス。丸飲み、でか、でかい山線香丸飲み。うお。昨日一匹釣れたの。No。 ただ今日は渋いね。またやった。あ、バレた。あー、惜しかったな。30。脳神買いませんか。うん、食うな。意外と食う。さん、うん、この鳥の声とか癒されるね。あ、来い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 。何？鯉がおった。錦鯉。慣れてきたな、ここな。うん、門越えるの。昨日ここでさ、釣ったじゃん、40アップ。うん、今日全然釣れんな。釣れんな。不思議なもんだな。昨日プラクティスで釣れてさ、うん、今日本ちゃんでさ、全然釣れんっていう。本ちゃんなのにな、今日。ここで40アップ釣って、対岸で30アップボコボコ釣ってさ、うん、今日何も釣れんやん。釣れんな。おかしくない？まあそういうもんだよ、バス釣り。腹立たしいんだけど。いやまあ、おまんこできるかどうかも日替わりだって言うしね。やっぱりそうか。そうだよ。いつもいつもおまんこできるとは限らない。やっぱり菊池さんにとっては釣りがあるって、やっぱりそう、おまんこのためにある。そうだね。いや 俺だけじゃなくて、多分視聴者のみんなそうだと思うよ。だってさ、釣りガール出てるとさ、
10万再生20万再生釣り動画で言ってるチャンネル多いのよ、はあはあ、男でピンで10万出せる人ってあんまいないで、うん、なんでかって言ったらやっぱみんなおまんこ求めてるから、うん、おまんこの方が人気があるんか求めてるんだそっちは。おちんこあんま人気ない人気ない人気ない。ちんこは釣りがある、これもしかしてワンチャンあるかもみたいなね。ああ、うん、おまんこのワンチャンあるんじゃないかみたいな。で視聴者結構下世話だな。下世話だよもうなあ、俺のことゲスイゲスイ言っとるけどな、うん、あ上辺だけやんや、うん、口ではなんか下品でおまんこ汚いって言うけどさ、そうだよてめえらがおまんこばっかり、お前らの方が追いかけてんだよっていう。おまんこ、うん、ろくでもない視聴者だな、うん、お前ら追いかけてるだろっておまんこって言ったれひどいな、うん、60のおまんことだな。 やっぱりろくでもない視聴者多いな。おほとんどろくでもないんじゃない。うちのチャンネル登録者はね、うん、結構すごい子しかおらんのよ。あ、そうなんだ。そうで、チャンネル登録してないやつらがさ、ああ、ろくでもねえな、うん、おまんこおまんこで朝から晩までだ、数字に表れてんだよ、うん、言うか言わないかの話で俺らは言うじゃん、うん、本でだから俺らは本音で喋るじゃん、うん、でそういうの隠すのゲスくね逆に、うん、隠そうかな。おまんこの話をさ、うん、なんで隠してんのか俺もよう分かんないんだよ、うん、本当に薄着て裏でさ、うん、だから陰でこそこそやってるわけじゃん。そうだな、おセックスを、うん、そのくせおまんこの話は絶対せんくせにさ、うん、裏でおまんこばっかやってひどくない？きついな。何がこのおまんこの話きつい？きついな、うん、今日ずっとちょっと走らせて下流行ってみようか。おう、下流行ってみよう。今お昼ぐらい、うん、お昼前11時半か11時ぐらい。昨日の半分の超過だな。昨日の半分満たない、3分の1やな。でかいの食ってこないし。だってさ、昨日2人合わせて80匹ぐらい釣ったわ。そう、今日2人合わせて12匹ぐらい、うん、でかいの出てないじゃん。でかいの一切出てない。しょぼくない？しょぼいね。誰のせい？おまんこやっぱりそういうことか。おまんこ、 お前やっぱおまんこひでりだな、うん、あの昔ビーバックハイスクールっていう漫画でおまんこひでりって、俺そこで傲慢な、傲慢、そうそう、そこで俺初めて覚えたのよ。ああ、おまんこ、おまんこひでりっていうから何のことかと思ってさ、うん、あのさ、うん、芸能界ってさどうやってのし上がるか知っとる？芸能界はのし上がる？それは男か女か。女の子がアイドルとかが、うん、週刊誌で読んだ情報なんだけど、うん、ああいう例えばセンターとか取るやん、うん、ああいうの全部売春なんだって。あ、そうなの？そうそう、もちろんもちろん。ああいう芸能界、古くはおにゃんこクラブ工藤静香、まあ、工藤静香は分からんけど、うん、もう3割4割の子はやっぱ体を売って、うん、指原は、まあ、週刊誌によると相当な、うん、相当なもうことだ指原も売ってるって書いてあったな。だから結局前田のあっちゃんは、だから前田のあっちゃんは、うん、あのすごいマグロで、うん、サッシーはもう本当に裏筋から丹念に、もう丹念に丹念に、本当の話かそれはって書いてあったんだよ。いやそれは俺は芸能界知らんから、うん、芸能界って本当春をね、うん、そんな安く安売りしてね。でもそれでのし上がっていけるんだったらな、プロデューサーが、プロデューサーのためにな、あ、うん、うん、なんだっけ、なんだっけ、秋山知らん、秋山です、うん、秋元、うん、あいつがやりまくっとるってことか。分からんけど、あ、なんか言ってたよ、岡本夏樹って言ったでしょ、うん、がその芸能界でその番組で撮るために売春してたって。そう、そのプロデューサーの力ある人におまんこ見せびらかして、あのおもちゃみたいにさせられる、タイミングからな、これおまんこも、そうそうそう、でそしたらそのレギュラーになれるんだって。あ、おまんこも、そうだから結局体張る、だから春を売るってこと。え？でしょうそれ。おまんこ丸出しにして。マジで？テレビでやっとるやん。あ、そうか。セックス一緒に。あの世界だと思う。あれがもう普通に行われてる。だいたい東京の方行ったりみんなやってる。愛媛とかは田舎だから。東京行ったらみんなやってる。東京ってそういうとこじゃん。え、何が？うわ、おおおお、東京って何？
東京ってまあそういう売春の街なの。本当に？もともとあの陰講してよかったの、うん。どういう何陰講ってどういう意味？昔はあの12歳以上か13歳以上が大丈夫。知らん。お前がすぐ言った。いや知らない。ああということは、はい、女の子はみんな東京って売春したってこと？本当に？東京ってそういうとこだよね。いい意味はじゃあ売春ないんだ。いい意味は田舎だからか。ない。だからここ心が清くて、はい、やっぱセックスしてはいいな。で東京行くと全部と、まあいいね、東京にいる女の子全部売春ってこと？みんなじゃないけどまあでもセックスしてはいるよ、ね。ああ募集してるよセックス秘書。ああそうなんだ。社長は。社長のお気に入りになれる人裏筋丹念舐めれるかどうかで買い取るよ募集要項。そういうことか。まあ美しいことだってね赤ちゃん生まれることやけ。そうだよ裏筋丹念舐めたら赤ちゃん生まれるから。だなあ、なんかそういうものをなんか下に見るっていうのが俺おかしいと思う。見てる誰が下に見てる。いやだから風俗嬢とか AV 嬢をさ、うん、落ちるっていうやん。風俗に落ちるとか、まあね、上がるんじゃないの逆に。そこは何とも言えないけど。いや多いらしいじゃん東京はね。東京そういうとこな。いや心病むのはさセックスとかおまんこが汚いもんと思ってるからじゃん。綺麗なもんなんだよ。でもいろんなやつやるのはダメな。綺麗なことなのに。綺麗なことかもしれないけどやっぱ、ね、おまんこぐちゐぐちゐにしてさ顔面シャワーぐちゐぐちゐにやっちゃってさ、うん、あんま綺麗じゃない。シルダンユーロンがね、めちゃくちゃのシルダンユーロン厳しいな。反応がないです今日。あれそうやけどなそのルアー。シマノのやつやあれバンタムシリーズやろ。え？多分シマノのバンタムシリーズの、この音がシャカシャカ鳴る。オールドルアーを復刻したなんとかってやつだ。ルアー買えるね。次何でやる。何これ見せて。知らない。買ったことない。めっちゃかっこいいね。どんな動きするのかな。今かつ BT100 これトップじゃない。トップか。わかんない。 BT100 だから、うん、か今かつは結構古いルアーかな。新しいの最近買った。中古で前円買ったから。あ、中古で前何万円分か買った時か。あ、うん、昼のチャイムなってる。さあ橋まで来ました、うん、どうですか、うん、ちょっと疲れたマジで。疲れた、うん、暑いもんな。暑い、本当疲れてきた。まだ12時やぞ。やれるやろ。やらなあかんけどな。あそこのさ岬の先いるんじゃね。うん、岬の先地形変化あるし、あの橋の周りがめっちゃ釣れるね。もう釣れるやろ。あの辺は釣れる、うん、ただ今日は渋いな。いやこれからじゃねえか。いやなんか昨日とちょっと朝も状況違ったじゃん。うん、まあまあ昼からまた状況変わってくる。昨日の3分の1、4分の1の超過で終わりそうだ。うん、これから昨日の4倍って言ったらいいんだよ。だ昨日が80匹いっとるから2人で。もうやったらいいんだ今から。今日はもう20匹釣れりゃようやく。入れ食いだよ入れ食い。でデカバスが今日1匹も出てないじゃん。これから入れ食いだよデカバスが。そうか、ああ1本出そうか。橋の下で50枚釣れた。乗った。ついに来た。ついに来たぞ。やった。いやいや。うわ。ついに久しぶりの。ついに来た。当たった当たったのよ。あんな。うわっしゃ3時間ぶりに。いやポイントだな。こんだけいろんなとこ打ってようやく当たるポイントに。めっちゃ息がいい。オールで。下流で今水が動いてる場所なんだよ。だから急にバイトがパパーンと当たりが出てきた。流れ込み反応は、うん、渋いね。綺麗だけど景色は。
当たらないです。すごいでしょ、和紙の高、うん、ものすごいものですね。結局あれ空から見る、空中から見る、悪いこと考えた見えるかも。コンピューターに食っとるか知ってる。元気ないのお前、疲れてきたから。受け止めてきたの今まで、どんどん強くなってきた。たくさん夜を越えた。脳と全然違うよね。そして、まあでも2人合わせたら20分ぐらいに出たと思う。今の状況教えてよ。どうやった、おい、どんなやった今のバレたの。どういう状況か教えてよ。でかい結婚25センチ。どれくらいクランクって、これ何、積み瀬メガバス好きだね。なんちゅうやつ。高そうなルアーだね。中古あ、じゃあ中古のメガバスルアーいいだな。トップでいけるわな。奥だ、また食った。よし、よし、ナイス、切れた、バレた。何やっとん今の。ちっちゃいけど。できた。かせ上がってきてるな。この辺おるぞ。ここ。お前。目の前で食って。17センチ。メガバス最強なんだ。食わんか。まだ来とる。動きがいいな、そのルアー。ふわーっとスローフローティング。めちゃめちゃ小さいやつが追いかけてきてる。ありがとうございます。セミの戦争すごいやろ。もうセミって分かったやろ。来い。この音ん、何か思ったの。寄ってきたんだよ、見えるやろ。あー、ちっちゃいですよ君。これはでかいの持ってんだ。ね、ルアーは何？さっきのメガバス。よし、ナイス。釣れるわなお前。ナイスバス。黄色くない？ちょっと待って、貸して。ちょっと黄色みゴールドバスだな。釣れるわなお前。釣れるぞ。ここいいね。このポイント釣れるんじゃない？まあ、小バスだけど。皆さん見てください。金さん。見えますか、これ。何ですか、これ。違う、おちんこです。おちんこは僕来るよな、この店に。リザード系かも。おお根がかり系の。今日でも渋いね、出ないね、沖の。なんでだろう、お腹いっぱいだかなんて。ゆうちゃんさ、明日さ、地球が終わると思ったら何がいい。終わると思ったら、
マンコ。え？マンコって言い出したいんだよ。明日地球が爆発するとしたら、今今日しかない。何だよ。おまんこ。おまんこかやっぱり。おまんこじゃないで。結局生きるってそういうことやな。男が生きるのはおまんこだし、女の子が生きるのはおちんこだよ。今に最後のおまんこ。みんなちんことおまんこ求めるために仕事してるの気づいてないんだって。あれご飯食べるのはさ、なんでかご飯食うか知ってる人間は。おまんこするため。おまんこするため。あ、生きるってことはおまんこってこと。そういうことそういうこと。で、それで知らん子が多いけどさ。そう、男の子はな。で、女の子はおちんこ。メスはな。ちんこ求めてるもんな。そう。全部そうよ。で、言うのよ。あの、性同一性障害の人はさ、それはもちろんそうよ。あの、男で女求めてない。でもカッコつけて女興味ないとか言いながら、おまんこ来た来たか。え、来たと思ったけどさ。結局おまんこ求めとん。あれ前出てくれたあの四国のあの名前なんだろうね。四国のおったよ。ちょっと小太い。ターボ師匠か。ターボ師匠もあの人おまんこ求めてるな。ターボ師匠はね、おまんこ大好き。やっぱあの人おまんこだけ求めて生きとる。おまんこだけか。それだけのために仕事しとんか。おまんこ。芋かやるじゃねえ。食い食いしてきた。結構食事するんだな。パスは食事して何のために食事する。マンコだろ。うん、買ってるよ。マンコちゃん。おマンコとかけておちんこと解く。その心はセックス。お危ないやつだな。いいやつだな。次取って。よし、釣り上げてくれ。芋食うな。釣り上げてよ。いいね。これでデカバス釣れるかな。釣れるかもしれない。これでどうだろう。どうこれ。ビッグベイトル釣れそうじゃん。まあ、かわいそうだから。バスは国魚だから逃がしてあげる。国魚やろ、バス。国魚。国魚、うん、大事な貴重な魚。うん、ほら、大概食ってこんな。見分けがさせた。え、このプロデカバスに遭遇した。どうして食わない。食い気がないんだ。釣れても小バスだけだもんね。活性が弱すぎるわ。どうしたらいい。うん、引き出しがなさすぎてわからんな。この状況をさ、うん、俳句に例えたらどう。濡れないおまんこ、うん、唾をつけて切り開け。なるほど。ぐちゅぐちゅにしろ。うん、ダメか。清水は。あ、清水。清水のおまんこ。清水。清水瞳のことか。お前の元彼女な。そりゃ彼女さんに名前出してもらったら悪いわ。うん、彼女じゃない。ぐっちょぐちょのな。何が。ぐっちょぐちょのおまんこ。体が求めたか。じゃあ乗った。うおしゃ、ナイスナイス。乗っとるやん。芋の方が食うやん。おい、このサイズしか釣れないんだけど。
飛ばすな。今日は厳しいぜ。菊さん、お疲れ様でした。疲れたな今日は。本当に全然釣れんかったね。こういう日もあるな。まあでも20匹ぐらいか、少ないやな。20匹少ないじゃん。うん、80匹だなんと。全然釣れ。だって今日最大で33だ。坊主と一緒。坊主と一緒だな。うん。そんな日もあるか。過去一釣れなかったんじゃん。過去一だな。なんでだ。原因なんだと。わからん。なんだと思う。原因どうしよう。釣れなかった。やっぱね。今日はみんなおまんこしたい日じゃなかった。やっぱそうか、うん、おまんこしたくなかったから、うん、ないんだよね。おお、まあ、昨日やりすぎたってことか。昨日はね、おまんこやりすぎた。うん、バスがおまんこですみたいな顔しとった。うん、デカバス来た。うん、結構濡れとったで、昨日のバス。うん、それでやりすぎて今日はもうなかったと。そうそうそう。ということで最後に一発強烈なやつを頼むわ。おまんこくちょくちょ。なんてコリちゃんぷちょぷちょ。恥ずかしいよ。今回だいぶくどかったなお前。恥ずかしいよ。ということで今回まんちゃん超高級やりきったな。18禁だろ。ああ黒猫だ。歩いた。そして紅白。メスですね、これね。おまんこがあるから。これメスです。キムさん。あの声、オスかメスかわかるか。オスだ。なんで？チンコの匂いがする。あれ、おまんこあるからメスだ。チンコの匂いがするだろ。いやいや、おまんこあるわ、そこ。あれ、メス。パックリ開いとるから。うん。パックリ。この子はね。あゆみのパックリ。使えへんか、お前。